はやべんです。今日は秋田県男鹿市に来ております。こちら生ハゲ館、男鹿新山伝承館というところがあってね、ちょっとね近くに来ましたので、言ってみようと思います。ちなみに男鹿半島は、大型ジオパークとして認定されているそうです。ですぐ脇にねちょっとこんなね造形物があって、こういう秋田杉に囲まれてね、なんかいい雰囲気だったのでね、ちょっとこれも撮ってみようと思っていたところでした。ちなみにこちらの方ですが、生ハゲの玉というものだそうですね。作者が99年に、作られたものだそうですね。男鹿の海と、山、夜空と3体の生ハゲをモチーフにした大理石でモザイク模様にしているそうですね。で、青と、緑の流れで日本海の潮のエネルギーを表現しているというものだそうですね。それで茶と赤の、ね、渦巻きで、山々のエネルギーを表現している。北極星を配置し美しい男鹿の夜空を表現していると。で、3体の生ハゲは、四股を踏んでいる姿を表現しているそうですね。なんか結構いい感じ。なんかね景色にマッチしてますよね。まあ、こういうものがね入り口にあります。はい、こちらの方が生ハゲ館入り口です。ちなみにポストが脇にあるんですけどね、生ハゲなどが書かれておりますね。石造りですね。味があります。5時までですね。ちょっとね行ってこようかなと思ってます。中には生ハゲさんがいますね。稲わらで生ハゲの衣装、ケデっていうんですね、が作られているそうです。お賽銭程度の換気のお守りとしてお持ち帰りください。ああなるほどね。はあ、なるほどというようなこともねされているようです。一応ね取っても大丈夫ということでしたのでね、少しだけ、まあ、全部が全部取っちゃうの良くないと思うのでね、ちょっとだけこう紹介って感じです。男鹿の方の生活でね、こういう丸木舟というので漁に出てたそうで、そういうのがねこういう感じで展示されています。詳しく見たい方はね、ぜひともねこちら伝承館来てみてください。入場料はちょっとかかりますけど、いい感じですよ雰囲気がね。こういう形で、意外ハギとか天付きだとかね、どういうようなものを使って漁をしてたとかいうことが書いてありますね。こちらは当時の男鹿の様子の絵のようですね。宗教施設がいかに、固まっていたのかとかね、当時、ね、どういうような感じだったのかというのがね書かれておりますね。こんな感じでね、生ハゲさんの展示だとかがありますね。で、こんな感じで、まあ、余計になるのかな、生ハゲの、仮面とかがあってね、あ、下の方の包丁だとかも魔除けのあれだ、お守りとしてあるんだな。へで、こちらの方は写真撮影コーナーでね、間に撮って入って、ね、写真が撮れるんでしょうね。で、生ハゲの変身コーナーっていうのが本来あるんですけれども、コロナウイルスのね感染部予防のため当面中止だそうです。ちなみに生ハゲさんですけれども、冬場に囲炉裏にずっと当たってると、要するにちょっとした火傷みたいなのができるのかな、火型っていう表現があったんですけどもね、そういうものに関してが、ね、なもみって言ったかなというような、方言で表されるそうです。それをハグから、なもみはぎ、それがなまって生ハゲさんになったようですね。だから要するにそういうのをサボってる証拠みたいなような感じで、それをハグ、要するに怠け心だとかそういうものを、ね、戒める神様というような意味合いみたいですね。こちらの方には世界のお面というのがありますね。だから生ハゲに対してってことでしょうね。で、こっちの方が秋田県内のお面ということで、だからまあ生ハゲのものもあればそうじゃないものもあるのかなというような感じですね。こちら生ハゲ勢揃いのところですね。うわ、なんかすげえぞこりゃ、壮観ですね。
業務中に使用したものをね、うん、使ってるよう、あの飾ってるようですね。ああすごいすごい。ちなみにね、向こう側とかにもあります。興味がある人はね、ぜひじっくりと来てみて、見てみてください。はい、こちら出口から出てきたところです。こんな感じでね、庭園が広がってて結構いい景色ですよね。うん、ということでね、うん、あの伝承館の中、映像とかでね、昔の資料とかも見ることもできますしね、まあ、いろいろとね、面白い展示とかがある感じでしたね。ざっくりとこんなのがあるよっていうのはパッとね、ちょっと撮ったりした部分もあったんですけれどもね。うん、なのでね、こういうふうに、あ、向こうの方の藁葺き屋根の家だとかもあったりするけどもね、うん、こういう昔ながらの光景とかね、こういう自然豊かなね、風景だとかもね、見ることもできますしね、楽しいところですね。うん、生ハゲ感楽しいところです。皆さんもぜひ興味があったら来てみてください。以上でした。アベンした。あ、ちなみに T シャツ買いました。ご視聴ありがとうございました。平和な